あれなんですよ、当たり前のことをドヤ顔で言うとそれっぽく聞こえるっていうコーナーも存じてって当たり前のことを当たり前のようにかっこよく言うとそれっぽく聞こえるオードリーの春日みたいな普通のこと言うだけやでみたいな、そうそうそう、きちんと エコー入れたりとかイメージがあるね、そうそうそう、はい、じゃあ間もなくです。深い感じ。5秒前。アニーとホマレのチュルチュルランド。チュルチュルランドとは天然パーマ協会会長アニーと副会長ホマレのテンパな2人がお送りするラジオです。この番組はミュージックフォーユアライフサードウェーブの提供でお送りします。はい、改めましてこんばんは、天然パーマ協会会長アニーとホマレのチュルチュルランド。いや、なんない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 、聞いてへん。それはいつも勝手にやってくれてるやつや、オートマティックのやつや、それは。そうそう、すみません、副会長ホマレです。はい、どうも。いや、ホマレくん、はい、先週休んじゃって、先週ちょっとね、体調を壊してお休みをいただいておりましてね、だから昨日やりやす、あ、先週やりやすかったよ。やりやすかったの。うん、マナちゃんと二人楽しかったよ。そうだったよね、マナッチと二人、アニーとマナローだったよ、先週は。なんか僕あのアーカイブ見ましたけど、あ、見た、うん、なんか超楽しそうだったじゃないですか。あの安定感はあった ね楽しそうだ、安定感はあったよ。なんか俺と二人でやってる時よりマナッチとやってる時の方が、うん、すごいノリノリな感じがしたんですけど。そう、あ、まあ、ほらマンネリ化するじゃん。あのほら、なんだろうな、ずっと彼女のこと大事にしたいけど、うん、たまに他の人と遊んでみに行きたいかなって思うじゃん、うん、浮気者じゃないですか。いや、毎日お前ご飯やと、でも たまには焼き肉食べたいんやと、うん、そういうことですよ。まあ男の差がってやつですかね。うん、まとめたそうかな。はい、そういうところで。何だったの、休みの理由は。そうなんですよ、僕ですね、うん、普段全然体調とか全然壊さない人なんですけど、うんうん、もうあの初めて39度以上の熱が、うん、高熱ですよ、高熱がですね、3日間うなされまして、マジで、まあ、病院の、うん、病院に行った時に、うん、なんと言われました、君は溶連菌感染症だねって言われて。溶連菌感染症、そう、はい、これってあのインフルエンザ検査もしたんですけど、ほうほう、インフルエンザではないと。ない、うんうん、まあ、僕かかったことないんですよね。ほうほうほう、かかったことないから、うん、もしかして今までの記録がどうじゃって心配だったけど、インフルではなかったから、インフルの記録に関してはまだ破られてない、破られてない、よかったと。お前史上、そうそう、だけど溶連菌感染症って言って、あの基本溶連菌っていうのは子供たちによく多く蔓延する菌みたいで、まあホマレはでもそういうとこあるもんね。なんかね、大人もごく稀に感染するってやつで、あ、でもホマレはほらそっちじゃないじゃん。なんすかさ、子供じゃん、子供まだ子供逆子なんじゃん。そうね、だからね、うん、かかるの珍しいけどねって言われて、あの、大体40度の高熱が3日間続くよって。あ、まんまその通りだね。もう本当に僕病院に行った時に、うん、測ったら 39.6 度だったんですよ。まあまあやで、あのなんで立って歩いてきてんのみたいな感じの顔をつかれましたよ、先生に。ああ、いやでもあのインフルエンザよりきついらしいです、うん、やばいね、溶連菌感染症。じゃあインフルエンザかかったらよかったじゃん。なインフルの方が逆にあ、でもインフルだったらもっとなんか仕事もなんか人と関われなくなっちゃうから。うつらないの？でも感染症でしょ？うつるんだけど、うん、やめてよ、うつるのやめて。インフルエンザよりはかかりにくい。でも子供じゃないでしょ？俺は、でも俺もそういうとこあるじゃん。あるある。ワンパクだよね。ワンパクだからね。ワンパクだから、ね。ワンパクでもいいってやつだ。そう、ワンパクの方気をつけてくださいね。違うと思うけど、はい、まあまあ大人でもかかる病気ではあるので、そうなんですよ、まあ気をつけましょうと。そう、本当にね、体調壊してる時にね、本当に思うのが健康の大切さ、うん、そうだね、本当にもう、うん、なんかこう五体満足でいられる幸せ、うん、何でもなかったことが幸せだと思う。そう、もう本当にさ、
もうありがたいってちゃんと思わないとダメだなって思いまして、今も完全復帰した、もうあの今週からは完全復帰しましてですね、やっぱりあのちょっと睡眠不足の日々が続いてたっていうのがちょっとまあ原因にあるのかなみたいな、要はこの俗に言う免疫が下がってるタイミングでね、そうわっと来られたらあってやつやな。女性も弱った時に行ったらいけるって言うからね。あ、弱ってる時にアタックしたら、そうだ、弱った時に免疫にやられたわけでしょ。そうだ、弱ったから女性も弱った時にアタックすればいけるかもしれない。俺は金か。まあでもさでもさ、うん、あのもう本当に体動けないぐらいで、うん、冷蔵庫のポカリスエットが取れないぐらいきついんですよ。あ、やばいな、立たれへんもんね。もう立てない。わかるわかる。だけどそこに例えば、うん、パッと来てみ、異性の人がなんかさ、え、ほまれくん聞いたけど大丈夫みたいな、ポカリスエットとか買ってきて、なんか冷えピタとか買ってきてくれたら、やっ、これやべえなと思う。いや俺一個思い出した、俺のエピソード喋っていい？いいよいいよ。俺風邪ひいて、うん、その時一人暮らししてて、はい、でまあ実家から離れて大阪の話ね、はい、してて風邪ひいたんだよみたいなこと、何かそういうの投稿したのかな、その時フェイスブックも流行ってなかったと思うけど、はい、なんかで LINE してたはず。したら連絡来て、はい、あの行ったけど体調悪くてお邪魔するのもあれだからって、あのドアノブにあのリポビタン D とかやばビックスみたいなの置いてくれた女の子が好きになりそうだったもんね。ならんかったんか。ならんかったけど耐えたけど、あ、弱かったか俺の時。いやすごいいい、まあ、あれグッとくるね、なんかいいよね。しかもその時にこうアピールして入ってくるわけでもなく、うん、手前で、あ、置いといたから飲んでねみたいな、動ける時に優しい。なんなのこのさりげな察しさ、優しいね。そうだからね、弱った時はね、今とか弱っても誰も助けてくれないからね危ねえよ。僕に言ってください。なあ、助けてくれる、あの好きになるかもしれない、ね、LINE もうそうなったらね、はい、なあ、もうそういう番組にしていきましょう。そういう番組してくんだ受け入れんのかお前、すごい。そうそうか。いや、でもさ、ですね、あ、一個も話していいじゃん。いい、どうぞどうぞ。何でもなかったようなことが幸せだったと思う話していい？どうぞどうぞ。俺今日そう、さっき喋ると思ったけど、車でね、はい、運転、してたわけで、今日パタパタ忙しくてさ、はい、買い物とかいろいろ言ってたんだけど、で運転中にあのガソリンのメーターがポーンって言って、はい、1個になったわけ、はい、まあ1個になった瞬間って全然走れるじゃん。全然走る、だって全然走るでしょ。1個になってただ10キロ以上は全然走るでしょ。だからあピーンってなったからガソリン入れなきゃいけないなと思ったわけで、俺今日木を買いに行こうと思って、あの木、あ、明日から3日間あの盆休みなの、昼の仕事、夜は空いてるんだけど、はいはい、だから木を買ってちょっと中改装しようと思って丸中商会に買い物行ったわけ、はいはい、行ったことあります？丸中商会。ないっす。ない、あるんだけど、結構材木いろんなもの置いてるわけ、うん、ペンキから何かいろんなもの置いてて、はい、反対側が木材売ってるコーナーがあるわけ、はい、でその木材売ってるコーナーで木材買うから車止めたわけで、すごい斜め急勾配みたいなところに駐車があるわけ、はい、で止めていろいろ買い物して、じゃあ、買ったし木を乗せて帰ろうと思ったらエンジンかかんない。はしゃ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 。わかる。あのガソリンのそうこのあの傾いたら斜めってっから、うん、で俺すぐに気づかなくてそれに、はい、あれやばい車壊れた、はいはい、このタイミングでむっちゃ暑い青空駐車場の中材木屋でみんなぐわ動いてる中、俺一人はしゃ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 やっぱなんやこれどうしようと思ってガス欠や、ガス欠やオイル、じゃオイルかなとかガソリンあると思ったから俺あるからまだ。あ、何かなで、なんか変なとこ光ってるわけ、うん、オイルランプとか、うん、オイルないのみたいな全部調べたらあって、友達がバイク、あ、車やってる人がいるから出ましたら、どういう状況や、こういう状況です、ガソリンちゃうんか、いやガソリンはでも一目盛りありますと、で、あ、でも一応斜め止まってます、車移動させいって言われて、うん、俺その読んで、おじさん読んで、おじさん運転席乗せて斜めのところよ、うわーって押したの。そうファイト一発みたいな、昔で言うわーっと押して水平のとこへ持ってってエンジンかかった。そうマジで車ってこうやってかかると思ってるけど、かかんなかった時の恐怖半端ないよ。あのね、だいたい車のデザインとかの設計とかにもよるんですけど、うん、上り坂で止まるときと下り坂で止まるときがあるんですよ。ああ。でそれの種類によって、うん、タンクの数位置が違うんですよね。なんでそんな詳しいの？元車屋ですから、ね、だから僕ももう慣れてるんですよ、うん、だから
僕も結構ガソリン毎回満タンにして、うん、なんかメーターゼロにして、うん、毎回あの燃費を俺めっちゃギリギリまで頑張るタイプの人なんですよ。あ、いるねいるね、うんうん、な今日400キロ行ったぜみたいな、410キロ行けるかな、うん、みたいなのでやってた時があって、もう普通にかからないんですよ。かからない時はそのままニュートラルにして一回クーって水平のところにクーってバックしながら持ってってビビンってやって行く。かかるね。あ、いや今日テンパったで。テンパったね。汗だ く。もうテンパがテンパるって。で そこガソリンスタンド一応、いや全然走るはずだけど怖いからもうすぐ入れた。うん、そうだよ、うん、そう大変やった。そういうことあるんすよ。だから今日その後ボルダリングも行ったけど汗かけへんかったもんそこでかきすぎたかもしれないそうだよね、うん、そう冷や汗かくよね。いやだからね、いやそっか、怖いね。その普段当たり前と思ったことが当たり前だけどね。そう、あ、そういう時にちゃんと落ち着いて冷静に判断することが大事なんですよ ね。事故とかね。そう、あ、だからテンパることも、ね、うん、まあ時にはね大事かもしれないですけどね。そうだね、テンパることが男のやもんな。そうですそのだったな。テンパることで気づくことがたくさんあるんですよ皆さん、うん、ね、大塚健二さんということで、いろいろコメントがたくさん出てますよ。はい、大塚健二さん、はい、こんば副会長痩せました。そんなこんばって止まるほど急に病気だったからいやいや痩せたかな、普通ですよ。あの、いやもう今週から元気になりましたよ。国張さん元気になりましたか。体弱っていたんでしょうね。そうなんですよ、睡眠不足がですねたたってしまってですね、免疫力の低下による、そうだね、そういうことやね、溶連菌感染症という大病にかかってしまいました。あ、大病なんそれ。ただインフルエンザではなかったので、あ、僕の記録はまだ続きます。大塚健二さん、うん、あ、会長よ、気になってる人のお見舞いに行くといいってことですか。そうですね、はい、弱ってればね、弱ってる時はあの菌が受け付けてくるはずなんで、ね、なるほどね、効いてくるはずなんでね、体弱ってる時にどんどん、うん、あのアタックチャンス、気になる人のアタックチャンスなんだ。うん、アタックチャンス、うん、ポカリスエットと、うん、そうリポビタンデーと、いやいや持っていけばいい、うん、ヒエピタね、ヒエピタ、ブラン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 ってもうカードめっちゃ見えるからねやばいね、うん、全部自分に収まるから。いいっすね、うん、大塚健二さん、会長テンパーがテンパる、うん、テストに出ますかって。これはね、もうテスト出るっていうか、もう知ってないとおかしい常識のことなの。そうだね、もう、うん、もう人生のテーマみたいな。そうだね、人生のテーマテンパるそう、うん、テンパることで気づくことがたくさんあるっていうところを気づいてほしいんですよ ね、うん、世の中の人に ね、もっとね。テンパるの語源なんだろうね。テンパる、なんだテンパるって。テンパる、テンパってる、なんでなんでテンパ、まあ確かにそうだよね、なんだろうね。テンパが来て、ね、僕らはいつもテンパってますけど、テンパってるけど、それは天然パーマのやつやろ。でもそれは、あ、大塚さんどういう意味なんでしょうか。テンパる、だってどういう意味なんでしょうかってテンパるちょっと甘えたよね今。そうなんですよということでですね、うんうんうん、実は僕あと一つ報告がありましてですね、お願いします、うん、僕ですね、七色ノートというあの YouTube チャンネルをやっているんですが、うん、やってるね、うん、そこで実は先週ですね、お、あの、うん、最近話題のダパンプの、うんうん、そう USA っていうカバー動画、うん、ダパンプの USA のカバー動画、うん、沖縄バージョンをアップしたんですよ。ね、すごかったね。ありがとうございます。USA、そうそう USA、ね、でしかも、うん、そのサイトリンク貼れたりしますか、ツイキャスに。すいません、お願いします。で、うんうん、ここでですね、うん、まあ、今まで僕ら、うん、まあ、8本上げてきてこれが9本目なんですが、うん、まあ、渡嘉敷誠さんっていう、うん、まあ、R3、うん、スタブ内のボーカルがメインボーカルで、うん、僕はギター、うんうん、で、あのパーカッションの大志郎って子がいて、さらにあの、うん、今回ですね、うん、元スカイザリミットの前田秀幸さんっていう方にですね、うん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 、なんとコーラスに参加いただいて、沖縄伝統楽器の三線とサンバって分かります。サンバ、なんかあの3枚の板でパラ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 ってなるやつ、そう、それをあのパラパラパラってやるやつを入れて沖縄風にダパンプの USA をアレンジしてるんで、ぜひまだラジオの前の皆さん見てない方がいたらですね、ダパンプ USA カタカナカバーですぐ出ると思います。それか、うんうん、USA 沖縄ってやったらすぐ出ると思います。あ、本当、うん、もうそこまで来てる、もう出ます。すごいね。だから、まあ、
あの癖なるねやっぱね、本家もそうだけど、うん、あのカバーバージョンも癖なるね。そう見たくなるね。結構さこだわり抜いてアレンジがかなり、あのダンスミュージックだけど、うん、結構あのアコースティックなだからかっこいい感じにしてますから、うん、ぜひですね大塚健さんも国張さんもぜひ YouTube よろしくお願いします。そうだよね、調べました。はい、ごめん全然関係ないけど、テンパルの語源を由来麻雀から来てるんじゃないかと。テンパイ、あ、テンパイだけどから動詞化して、ルがついてテンパルっていう風に言ってるのが、はいはいはい、そういうことだろうと。テンパイギリギリの状態だよと、今もう上がれる状態だよ、はい、なるほどね、テンパイするからっていうのは言うから麻雀用語でから来てるだろう。なるほど、うん、まあ確かにそうだね。そうだね、それ僕らも知らなかったですね。ね、テンパルのテンパルは毎回テンパってんのに、テンパってるみたいな、毎回テンパってるみたいな。いや、そのテンパってたら違う意味だけどね。まあそうです、うん、天然パーマの方だからね、うん、そうそうそう。まあいいっすね、うん、あ、いやまた勉強になりましたね。ね、ああの FM キャンサーの方で今 USA 沖縄場宣伝しやがってこの野郎、ありがとうございます。大塚健二さんぜひですね、ちゃうか見てくださいね。ぜひ皆さん見て、ね、もう6000、7000ぐらい、ね、再生されてるからね。もう6000回超えましたね、ね、今まで一番目指せ1万、ね、とりあえず1万回再生に向けて、ね、チャンネル登録者も増えてきて、そうそう、まだ1週間ぐらい、ちょうど1週間か、うん、経って6000回再生されてますので、うん、いや、クオリティ高いものを、作品をバンバン沖縄から世界に発信してくださいよ、どんどん発信していきますから、うん、ぜひよろしくお願いしますね、皆さん。ということで、うん、次のコーナー行きましょう。お願いします。テネパーマ川柳。はい、今週もやってまいりました、大人気コーナー天然パーマ川柳。いや、これちょっと話ちょっと喋っていい？あ、いいですよ。これいつもホマルがいつもやってんじゃん、うん、天然パーマ川柳コーナーやってじゃん、うん、俺先週どうだった？一人っていうか、マラちゃんいたけどやったじゃん、うん、で俺こうやって始まって待ったらキャンさんが言わないんですかみたいな顔して、あ、天然パーマ川柳みたいなやったことないからさ、なるほどあれ始まんねえだなと思って、あ、俺が言ってから始まるのかと思って、気合入れてこう、今もうなんか2、3歩出てませるよって言ってた、ね、そこら辺ちゃんとやってもらわないとホマリ垂れ切ってたわ。もうそうですよ、当たり前に思ったホマリのことやるのが。そうです、当たり前のところにちゃんとしたね幸せがあるかもしれない。今日のテーマそこだね。そう、何でもないようなことが幸せ。そう、感じちゃったと、はい、いうことで、はい、メッセージが来ております。大塚健二さん、はい、会長副会長こんばんは。大塚健二です。こんばんは。テネパーマ川柳考えました、うん、ありがとうございます。しかも3つ考えてます。すごいですね。すごいな。じゃあまず1つ目、うん、いきます、うん、台風でくるくるでないの見たことない。まあ台風はそうですからね。まあでも素晴らしい、いやいや素晴らしい、まあ、いいね、確かに、ね、なんだ、東大元暮らし的なテーマですね、うん、これはいいですね、うん、縁ですね、いい感じのこう渦巻き、うん、いい感じですね。じゃあ2つ目いきます、はい、はい、マナちゃんはテンパーのこと好きかな。おお、これはちょっとマラちゃんに聞かないと分かんないですね。マラちゃんどうなんですか。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 テンパーのこと好きなんですか。これ場合によっちゃもう何パーセントっていう。そうだよね。人口的に回しますけど。うん。どんぐらい好きですか。巻いてれば巻いてるほど好き。素晴らしい。ああ、もうキャンさん死にましたね。あ、キャンさんもうダメだ、うん、もうストレートの人はね、うん、ちょっとね、うん、ご遠慮していただいて、うん、次3つ目いきます。はい、エイサーで迎えて送る沖縄文化。うまい、うまいね、うまい、伝統大切にしてると。迎えて送るの来るがね、くるっと回ってる来るですから。あ、そういうことか。そうだよ、素晴らしい。それってだからテンパーセリーじゃないもんだって。すごい、うん、なるほどね。そこに迎えて送るくるっと、うん、そこにちゃんとテンポ絡めてくる。もちろん絡めてきてる、うん、何なんすかこのクオリティ。ちょうどだからエイサー時期になってくるもんね。そう、うん、運慶ウークイだからね、中の日ね。いや、素晴らしい作品。いや、これはいい。最近のクオリティがお父さんガンガン上がってますね。大塚さんなんかすごいな。俺たちも負けてられないですね。真ん中でマーチャーにテンパの浮きぐらいで緩急ついてるからね。一旦こう遊びを作って、あ、なるほど、最後持ってくるみたいな三段活用。なんすか大塚さん、うん、レベルが高い。高い。放送楽しく聞いてます。失礼しますということでした。ありがとうございます。いつもいつもすみません。いやいや、埼玉からいつもありがとうございますね。うん、いや、本当ですよ。いいね、うん。あ、国張さんからも来てますよ。うん。国張さん、いきます。はい。
かせない副会長起死回生。これは何に向けて？これはもう欠かせない副会長起死、あ、なるほど、天然パーマのチュルチュルランドは副会長が欠かせないってことなんですよ。あ、そうか、これは素晴らしい。いや、国枝さん、さすがですね。ガチでにやけてるやん。ガチでちょっと嬉しい。マジでめっちゃ似たじいしてる俺。似たじいしてるよ。似た似た顔をしています。いいっすね。大塚健二さん、川柳いつか本になるか。これほんとちょっと集めたら本になるよね。なりそうっすね、うんうん、天然パーマの、うんうん、あの川柳だけ集めた、うん、本みたいなね、うん、コンビニとかちっちゃい本とかで売ってそう。結構コアなあれだけど可能ではあるね。いいよね。悪くない。いいよいいよ、うんうんうん、ということで僕もですね、お今回ちょっと、うん、いろいろ考えてきたんで、はい、でもとってもシンプルですよ。いいですよ、シンプルイズベストです。僕の言っちゃっていいですか。言っちゃってください、はい、根元からチュルってるのがテンパだよ。そうです、すごいわかりやすいでしょ、うん、すんごいわかりやすい、すんごい。であと一つあるんですよ、あと一つ、うん、これもセットです。これ、お、はい、行きましょう。毛先がね、跳ねてる人はくせ毛だよ。そうです。そういうことです。その通りです。そう、くせ毛とテンパをね、同じカテゴリーにするのは大間違いですから。そうなんですよね。うん、僕も俺もなんかテンパだ。俺もくせ毛だよみたいな。俺もテンパだぜみたいな言うけど、いやいやお前はくせ毛だから。そう。そう。そこの違いは簡単です皆さん。根元からチュルってるかどうか、そういったところを皆さんを判断基準にしてください。そう。癖なんで要は直せるんですよ。そう、うん、天然パーマはね、うん、もう根元からどんどんクルリンコしてるからね。クルリンコしてるからね。もうなかなかこう直すことが難しい、うん、だけど毛先はセットでなんとかなったりするんですね。だから本気で直そうと思ったら、うん、頭皮バンクです。なんで頭皮バンク？いや、頭皮ごと変えてしまえば、あ、変えれるの？いけると思う。だから俺はもうゆくゆくはマジ頭皮ドナーを立ち上げようと思ってる。あ、頭皮を提供する側、提供する側提供するし、提供する、なんかなくなった時にね、ごめんだけど、あ、頭もいいよっていう、あなたの頭、うん、ドナーとして薄い人に、ほら薄い人でもいいし、テンパが強い人でもいいし、あげれる。だからテンパじゃない、逆にストレートの人がもらえば、うん、テンパ俺天然パーマになりたいからって言って、もう俺が事故で死んだらあげるよ。会長の頭皮をこんなにいいのすごいのいらないってことだよね。絶対後悔するよ、うん、そうだね。こんなにチュルってる、いやーっつって、マジか。まあいいっすね、これギフトですからね。そうですよ、吸いましょうってことですよ。皆さんそもそも本当に、はい、このギフトを皆さん日々に感謝しましょう。はい、今日は良かったですね。良かったね、いい話だった。あ、来週僕休みです、すいません。あ、そうみたいです。はい、なんで来週は、来週は僕が一人で頑張りたいと思いましたが、理事長のですね、助っ人で、うん、みゆきさんを呼びたいと思いますので、うんうん、ぜひですね、国原さん期待してください。はい、お楽しみいただいた天然パーマプレゼンツチュルチュルランド、そろそろ別れの時間です。来週またこの時間でお会いしましょう。皆様からのメッセージをどしどしお待ちしてますよ。はい、今日お届けしましたのはアニーとホマレでした。それではまた来 週、 来週、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。大塚健二さん、はい、副会長、ね、基本の再確認でございます。さすが、はい、栗原さん、はい、直毛半分、テンパ半分のハーフはいないのか。一応ね、部位的にね、直毛とテンパの人はいるけど、もう本当に半分半分、そのこっから上、こっから下とかありそうだけど、こうは絶対ないと思うよ。まあまあそうね、うん、多分ね、まあそれは将来的に頭皮バンクがね、まあ僕立ち上げますよ。やってくれると思う。はい、大塚健二さん、ありがとうございます。はい、楽しかったです。ありがとうございます。また来週もよろしくお願いします。はい、じゃあまた来週。来週です。お疲れ様です。